辻からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。まあ、必ず給付金ってこういうの出てきますよね。持続化給付金の詐欺グループの摘発事件ありましたけれども、こちらの方はどういうふうに見てらっしゃいますか？いやまあ、必ず給付金ってこういうの出てきますよね。いやだからこういうのはこれまだ全然僕は氷山の一角だと思っていて、はいはい、たくさんやってるでしょうね。それはまあ迅速にやらなければいけなかった、はいはい、だから当然ザルになりますよね、うん、コロナでも結構ね、大っぴらに似たようなことしてたとこありますよ、うん、クリニックでコロナ患者受け入れるっていう申請登録をしておいて、はい、いざ受け入れてくれって言うと受け入れないと、はい、なんでですかって言ったら、申請してるじゃないですか、いやちょっと手が足りなくて、要するに看護師だとかの決められた人数だ、おかしい、それは最初に申請した時にいるって言ったから許可取ったじゃないですか、うん、ったら、いや今ちょっと体調崩してるものが多くてシフトが組めなくて、あそうですか、じゃあシフト表見に行きますよって言ったら、はい、すいません受け入れますって言ってですね、うん、要するにこれ今後までのあれじゃないですけど、そういうのばっかりで、コロナの給付金って結構それで詐欺 に近いように取ってるクリニックとか多いって私は聞いてますけどね。ベッド数に応じてなんですよね。そうですね、はい、で1ベッドあたり月に結構な金額もらえるんで、これなんかね、今後どうなのかなっていうふうに思うのは、これだけその金融緩和をやってきたわけでしょ、はい、でその副作用が例えばアメリカとか今出ていて、めっちゃ今金融引き締めに入っていて、その長期金利がブワーッと上がって、それがそのドル円のレートに反映しているわけじゃないですか。で日本ってインフレになってきましたねって言ってるんですけど、大したインフレになってないから金融もそんなに引き締められてないじゃないですか。どうなるんですかねこれね。結局今経済力国力が落ちてるんで厳しいと思いますよ。どっちにしても多分インフレにはやっぱり追いついてくると思います。あの前回はあの携帯電話の値下がりが入ってたんで、あんまりインフレになってないのだとか、まず企業が我慢してたんで、でも今はもう6月からすごい値上がりらしいじゃないですか。次のインフレのあれが統計出るのいつかな、まあ数ヶ月後にはですね、やっぱり2桁近い、なんなら2桁超えたインフレっていうのは計上されてるかもしれないんで、かといってそれは景気が良くなって過熱してのインフレじゃない、もうまさに悪いインフレ、あのスタグフレーションですね、不景気なのにっていう、これはあの私覚えてますよ、あの子供の頃だけれども、アメリカが1970年代から80年の頭でボルカーが退治しましたけれども、退治するためにはもうあの時2桁近い肯定部合、今は肯定部合ないですけれども、というと、まあ、どっちにしてもインフレになったら庶民は辛い、じゃあそれを抑えるために金利上げたら景気がもっと悪くなって雇用が落ち込むっていうんでですね、ちょっといい未来は見えないかなと思いますね。日本の場合はもう悪循環結局、まあ、特にその、ね、金融緩和で恩恵を受けていた、それで楽してる業界、不動産とかね、不動産とかまさにその典型なんですけど、要は不動産も融資ももうなんか今なんか 2% とか 3% になると高えとか言われるじゃないですか、ね、昔のその肯定不安の時とか僕も一瞬覚えてますけど、そんなもんじゃなかったですよね、あのバブルの時とかの 7% とかね、そう6% 7% とか別に普通だったんで、それみんなやっぱ覚えてないから、その1.何%とかの金利で調達してビジネスやってるとことか、もうね、一瞬で、あの寿司屋とか和食屋とか、あの予約取りやすくなると思いますよ確かに。逆にここからじゃ あのメリットを受ける産業っていうか業界ってどういうところになるのかなって、日本じゃ限った話で言うと観光とかその辺しかねえのかなっていうか、もうなんか日本が世界に勝てる分野ってそんなないのかなと思ってて、僕は観光と宇宙だと思ってるんですけどね、外外国からのお金を集められるっていう意味で、外国からのお金っていうかちゃんと稼げる、そういう意味で言うと私日本は多分ね、あのイタリアとスペインの間ぐらいの国になるんじゃないかなと思ってますよ、まさに観光だしね、あと主要産業の生産性、実はイタリアの方が生産性は日本より高いらしいですけれども、国力からいってそのぐらいのところに落ち着いちゃうんじゃないかなって気がしますけどね、まあ、人口もね減っていきますからね、